ただいまお聴きいただきましたのは、シューマン作曲の6つのカノン形式による練習曲、作品56、その中から第1曲と第2曲をお届けいたしました。日本音楽財団ランチタイムコンサート YouTube チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。改めましてこんにちは、私は寺本義弘と申します。小島志保です。この曲なんですけども、シューマンが作曲しましたが、今日は連弾用にビゼが編曲したものを弾かせていただきました。今日は2曲目までしかお届けしてないんですが、第6曲まで全部であります。美しいし、なんかこう自分は大好きな曲なんですけど、そう、最後の第6曲目まで全ての曲が本当に美しい曲なので、ね、いつか、ね、全曲6までやりたいですね。じゃあその説はよろしくお願いしますというわけで、続きましてメンデルスゾーンのデュエット作品92、弾いてみてどうでした？ペダルの受け渡しがすごい難しいので、練習の過程では足を踏んだり踏まれたりなかなか大変でした。動画では映ってないかもしれないんですけど、足の本当に奪い合いで、8分音符とか16分音符1つ分ずれると音楽が途切れちゃうぐらい繊細なペダルさばきが必要で、随分これ弾くのも大変だけど、ペダルもすごい技巧的というか、そんな感じですよね。はい、これもともとメンデルスゾーンがロベルト・シューマンの奥さんと一緒に弾くことを想定して書かれたっていうふうに言われている曲で、もちろんペダルもすごい技巧的なんですけど、指の方もものすごく指さばきが難しい曲になっております。とても華やかで、素敵な曲なので、ぜひお聴きください。Thank you.
ありがとうございました。本日は以上となります。今はランチタイムコンサートが開催できないような状況となってしまっておりますが、皆さんとお会いできる日を楽しみにしております。ぜひコンサートの際にはお越しください。それではありがとうございました。ありがとうございました。